おはようございます、なごみ家です。今日お話しするのは、僕がメインで使用しているこのディスプレイ、 Dell の U3421WE というモデルです。34インチの曲面ディスプレイ、いわゆるウルトラワイドディスプレイというものです。8万円近いかなり大きな買い物でしたが、結論から言うとこの買い物には大満足。2週間ほど使って気づいた点を、購入前に懸念していたこと、そして購入してから発見した良さ悪さという順序でご紹介していきたいと思います。ではこのディスプレイの紹介に移る前に、僕が以前使っていたものを簡単に紹介します。僕が以前使っていたのは ASUS の28インチ 4K モニター PB2879 というモデルです。2014年頃に発売されたもので、当時としては十分高性能なもので、正直言うとこれを使っていた時もディスプレイとしての恩恵は十分に感じていました。そうしてこの度2020年モデルのこの Dell のモニターに変えたので、ほとんどの性能が ASUS のものより向上するということから、購入前にはほとんど不安はなかったのですが、唯一懸念していたのが 4K から HD に画質がダウンすることで画面が荒いと感じるかどうかでした。実際一度 4K に目が慣れると HD 画質では見づらくなってしまい、ワイドディスプレイを断念したという人もいるので、この点だけは不安だったのですが、結果的には何の問題もありませんでした。確かに使用し始めた直後は荒いなぁとも感じたのですが、1日も使っていればすっかり慣れ、今では十分すぎる画質だなぁとも思っています。この画質の点を不安視している人は、慣れようと思えば慣れることができると比較的気分を楽に考えていて問題ないと思います。さてここからは実際にこのディスプレイの良さなどをご紹介していきます。まずはやはりその画面の大きさ。普段使っている MacBook Air 13インチだとちょっと小さいなと感じてしまうほどの大きさです。ウェブページを最大の幅に広げても画面の半分にしか達しませんし、3つのウィンドウを開いても不自由を感じません。僕のこの大画面の活用例で言えば、一つは大学のノートを取っていたワードファイルを左側、レポートの下書きや構成などをメモするノーションを中央、そして右側には実際にレポートを並べるというレポート作成特化型スタイル。また動画編集の際には全画面でファイナルカットを表示してタイムラインを眺めやすくしつつ、フォトショップを右側に配置してサムネイルを作成する YouTube 用のスタイル。その他にも右側に YouTube などを開いておいて、左側に Notion のデータベース、そしてさらに左側にはタスクを細長く設置してウィンドウを移動しなくても全部完結するようにするダラダラネットサーフィンスタイルなど、かなりこの画面の大きさの恩恵を受けています。またベゼルの細さも十分に満足できるもの、視覚的な圧迫感がないのはもちろんですし、幅広の映像は没入感が大きくなります。曲面の角度も絶妙です。 1900R という角度で包み込まれるような画面の広がり方ですが、かといって実用性を損なわないちょうどいい角度。写真編集など画面が歪んでいるとやりにくいような精密作業もそこまで不満点を感じない程度の角度です。幅広のディスプレイでよく聞かれる画面領域の広さで視線移動や首が疲れるといった問題点ですが、僕はこのサイズ感ではよく視点を動かすからしんどいなぁとは感じたことはありません。そもそもそこまでパッパッと画面内で視線を移動することがないですし、この34インチ程度ならそこまで問題にならないと思います。そしてこのディスプレイの大きな特徴、ドッキングステーションの役割を担うという点、僕が購入を決めた最大の特徴です。通常のディスプレイにもいくつかポートを積んでいるものはありますが、この Dell のものは本気度が段違い。
これだけのポート、しかもそれぞれ割と転送速度の速い高性能なものをどっさりと積んでいるんです。例えば USB-A のポートだけでも4つ。僕はコンデンサーマイク、 SD カードスロット、大容量のハードディスクなどを常時このディスプレイに接続しています。僕のメインマシンは MacBook Air。 もちろんケーブルでこのディスプレイに接続すると給電しつつ画面出力ができるのですが、家から帰ってきたらケーブル1本を挿すだけで全ての周辺機器にアクセスできる。これが僕がこのデスクを母艦と呼んでいるゆえんなのです。デスク全体についてはぜひデスク環境を紹介したこちらの動画を見てみてください。そしてやはり物としての所有欲を満たしてくれるのはデザイン。このディスプレイ全体的にはシルバーを基調としていて、無駄な装飾がなく綺麗なカーブを描いているあたり、どこか iMac のようなスタイリッシュさを感じられます。ディスプレイ本体だけでなくスタンドにまで及ぶ統一感には美しいの一言。こういった細部までこだわられた製品が大好きです。ではここからは購入してから気づいたもう一息という改善点をご紹介していきます。と言ってもこのディスプレイにはかなり満足していて、もはや上げ足を取っているようなポイントになってしまいますが、ご了承ください。一つはディスプレイに備わっているスピーカーについて。これはもう仕方ないですが、このスピーカーの音は少し軽い感じ、スカッと空で鳴っているような印象を受けます。音質が悪いというよりは迫力に欠けるという感じです。正直僕は以前からこの BOSE のスピーカーを使っていて、これの低音の迫力がすごすぎるのと無意識のうちに比較してしまっているのはあるかもしれません。ただ音楽などをちゃんと聞きたい人にとっては別のスピーカーは必須になると思います。また聞ければいいよというくらいの人でも少し気になるのがモニター側での音量調節の難しさ。音量を1から100までで調整することができるのですが、これおそらく多くの人にとって最適な音量はだいたい1から5ぐらい、つまり100段階中の1から5くらいしか基本的には使わないんです。初期設定は50ぐらいだったので、試しに音楽を鳴らした時は耳が壊れるかと思いました。もちろん音量は基本的にパソコン側で調節すればいいんですが、細かい音量調節がしにくいという点は考慮しておく必要があると思います。そしてもう一つは付属してくるケーブルが少し短めなこと。このデルのモニターはかなり親切で、画面出力用のケーブルがいくつか付いているんですが、 MacBook をケーブル1本でディスプレイに接続するためのサンダーボルトケーブルは長さが約1メートル。据え置き型のデスクを使う分には足りるかもしれませんが、僕のようにノートパソコンに接続したい人やケーブルマネジメントをかなりしっかりしたい人にとっては正直長さが足りないと思います。僕の場合 Amazon で3メートル程度のものを別で購入しましたが、追加費用が2000円程度かかるというのは先に知っておきたかったなと思いました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのはデルの U3421WE。 同じような大きさの曲面ディスプレイというと、確かに他にもより安く手に入るものはありますが、せっかくの大きな買い物だからこそ満足できるものを揃えたいとこ。ドッキングステーションとなる点やデザインの美しさなど、少し値段を上げてもこのディスプレイがいいと思えるような魅力がふんだんに詰まっています。あ、もし購入する場合はAmazon ではなく、Dell の公式ストアで購入するのがおすすめです。定期的にクーポンを出していて、だいたい Amazon の1万円近く安い値段で購入することができます。ということで、今日はこの辺で。以上、なごみきでした。では。